久しぶり。いきなり連絡しちゃってごめんね。え、エリカ？ああ、私のこと覚えててくれてる？そうだよ、エリカだよ。高校の時、めちゃくちゃ仲良しだったエリカだよ。どうしてあんたが私の連絡先を知ってるのよ。卒業後に連絡先は全部変えたのに。ちょっとちょっと、10年ぶりの連絡だよ。それに対しての返信がしなすぎるんだが。は？高校卒業したきり全然連絡も取れないし、成人式も来ないんだもん。ようやくこの間の同窓会でミキと再会したのに、あからさまに私のことを避けるしさ。それでこの塩対応ってさすがの私も傷つくんだけど。これぐらいの傷で騒ぐならエリカにひどく傷つけられた私は即死だと思うけどね。ああ、もしかしてこんなに私に冷たいのってまだ高校の時のことを引きずってる感じ？私がミキの彼氏を奪っちゃった時のやつ。当然でしょ。あの時の衝撃と悲しさは大人になっても忘れられないよ。ウケる。まだ怒ってたんだ。当たり前じゃない。当時付き合ってた彼と同じ大学に入りたくて、私は D 判定だから猛勉強して頑張ってたのに、そして奇跡が起きて受かったのに、まさかその合格発表の日に略奪宣言されるとはね。あの時のミキの顔は大傑作だったよね。合格発表で飛び跳ねて喜んでたのに、その後一瞬で絶望の顔してたんだもん。あの落差は今思い出しても笑えるわ。ほんと悪趣味だよね。人が努力してる裏で友達の彼氏と浮気をしていたなんて。しかも当時の彼氏はあんたとの浮気に夢中で大学を落ちて、結局二人仲良く県外の私立大学に進学したのよね。すす、今までの努力も全部無駄だって分かった時のあの顔、あんた膝から崩れ落ちてたよね。よく今もそうやって笑えるね。ああ、ちなみにだけど、その後大学入学してすぐサークルの先輩に乗り換えて、あんたの元彼は即恋だから。どうでもいい情報ありがとう。じゃあ私はこれで失礼するね。ちょっと待ったよ。話はまだ終わってないんだけど。私今急いでるの。だから不快な相手とやりとりする時間なんてないのよね。何の用で連絡したかは知らないけど、もう二度と私には関わらないでちょうだい。ごめん、ゆうすけ。友達ともやりとりしてて電話に出られなかったの。さっきの電話は気にしないで。ついさっき役所で離婚届を出してきたんだ。その報告で念のため電話しただけだから。そっか、もう出してきちゃったんだね。ああ、俺には待ってる彼女がいるからね。悪いけど早めに出させてもらったよ。そう、最後まで俺の都合に振り回してごめんな。でも俺、ミキを傷つけた分だけ彼女と幸せになるから、俺との離婚を認めてくれて本当にありがとな。うん、気にしないで。私よりも大事にしたい人ができたんだもん。その状態で結婚生活は続けられないし、しょうがないよ。本当にありがとう。ミキはもっと怒ってもいい立場なのに、最後まで俺のことを考えてくれて。ねえ、最後にもう一度確認したいんだけど、ゆうすけの彼女さんがどういう人か少しも私に教えるつもりはないの？それはごめん。ミキが彼女に何かするとは思ってないけど、できる限り彼女のプライバシーを守ってあげたいんだ。離婚は俺が浮気に走ったことが原因だし、彼女は俺に好かれただけ。何も悪くないんだ。そっか、最後に無駄な質問してごめんね。彼女のことを教えない代わりにって、ゆうすけは慰謝料を相場な倍以上も支払ってくれたのにね。それぐらいは男のけじめとして当然だよ。それじゃ早速俺は今日から彼女と同棲するよ。ミキも元気でな。ちょっと、あれから全然返信くれないなんてひどいじゃない。え、忙しいって言うから待ってあげたのに。さすがにもう用事は終わったわよね。それならすぐに連絡してきなさいよ。いや、こっちはもう二度とエリカとやりとりしたくないんだけど。まだ話があるって言ったでしょ。勝手に終わらせないでよね。もう本当に何なの。こっちは忙しいんだけど。何が忙しいのよ。あ、まさか旦那さんのためにご飯を作るのに忙しいとか。
同窓会で聞こえたけど、結婚してるんだっけ？よく聞こえたね。なるべく近づかないようにしていたのに。旦那のご飯を作ってあげるなんて素敵な奥さんもやってるのね。でもごめんね、今日のご飯なんて作る必要はないじゃないかしら。それはどういう意味？私に何を言いたいのよ。だってあんたの旦那さん、今夜私と一緒にご飯を食べるんだもん。え？あんたに話したいことがあるって言ったでしょ。実は私、あんたの旦那と付き合ってるんだよね。どうしてそんなことをしたのか聞いてもいいかな？意外と冷静でウケる。旦那が友達と浮気してたんだよ。つまんないからもっと取り乱しなさいよ。は？ああ、もしかして頑張って冷静でいようとしてるとか、突然のことすぎて内心は頭が真っ白とか、そういうことなのかしら。質問に答えて。どうして私の旦那と浮気なんてしてんのよ。この感じ、偶然ってわけじゃなくて、わざと旦那と浮気してるようにも聞こえるわ。もちろんわざとに決まってんでしょ。ミキの旦那さんってことを知った上で彼と浮気してやったんだから。なんでそんなことをしたの？高校卒業以来あんたとは一切のやりとりもしていなかったのに。そんなの決まってるでしょ。あんたの絶望する顔がまた見たくなったからよ。え？どうせ同窓会にも来ないんだろうなって思ってたのに、ミキが参加してるんだもん。直接会話できなかったけど、あんたを見て一瞬で高校時代のことを思い出したわ。あんたのあの驚いた顔がね。で、その顔をまた見たくなって私の旦那を奪ったってわけ？そうなの。大人になると毎日仕事ばかりでつまらないし、何か面白そうなこともしたかったんだよね。最低な理由だね。高校時代から何も変わってないんだね。ねえ、今どんな気持ち？また私に好きな人を奪われてどんな気持ちか教えてよ。は？まさか高校時代の友達が旦那さんと浮気してるなんてね。私に2回も略奪されるなんて思わなかったでしょ。うん、知ってるけど。え？言いたいことはもうこれで終わりかな。じゃあもう用は済んだってことでいいよね。それじゃちょっと待ちなさいよ。何よその反応は。なんでそんなに冷静でいられるのよ。あ？っていうか知ってるってどういうことよ。こっちはミキの驚く顔が見たくてずっと隠れて証拠も出さずに彼と浮気してたのよ。なのにまさか全部知っていたとでも言うわけ？そうだよ。夫のユースケは浮気してることも、この相手が同級生のエリカだってことも、かなり前から知ってるから。何ですって？エリカはうまいこと隠していたつもりだろうけど、夫のユースケは嘘や隠し事が苦手な人なんだよね。すぐに挙動不審になるから分かりやすいの。一体いつから知っていたの？だいたい半年くらい前かな。その頃にはもうとっくに気づいていたよ。何ですって？ちょうど同窓会から1ヶ月ほど経ったあたりだよね。その頃でしょ、私の旦那に手を出したのって。浮気相手が私だって気づいたのは一体やつよ。その後すぐだよ。ユウスケを尾行したらすぐに分かったの。は？じゃあ約半年間も私たちの浮気を放置してたってわけ？まあそういうことになるかな。意味わかんない。旦那が同級生と浮気してるのよ。しかも私には前にも彼氏を略奪されたのに、なのになんで怒って連絡してこないのよ。こんなの全然つまらないじゃない。だってそこで問い詰めたらもらえるものももらえなくなるじゃない。浮気証拠は集めたら集めるほど離婚に有利になって慰謝料たくさんもらえるんだから。は？しかも更新所なんて雇わなくても浮気相手のことは実家も電話番号も知ってるし、こんな最高の離婚ってないでしょ。怒りに任せてそのチャンスをダメにするなんて、そんなもったいないことできないよ。はぁ？マジで冷静すぎてつまんないんだけど。おかげさまでたんまりと慰謝料ゲットできました。しかもユウスケったら私たちの関係も知らないから、彼女には直接会わせたくない。浮気相手の情報を教えない代わりに慰謝料倍以上払うから。ねえ、現金で2000万も払ってくれたのよ。え？現金で 2? 2?
2000万も？あた、そんなにお金をもらうことになったの？あ、もうすでに受け取ったよ。ユースケったら想像以上にエリカに続婚みたいでね。今日も離婚届を出して、ついさっき確認したら口座2000万も振り込まれていたの。え、待って、もう離婚したの？そうなの。嘘でしょ、待ってよ。私はあんたの驚く顔が見れたらそれでいいのよ。ユースケ君と結婚まではするつもりなんてなかったのに。そうだったんだ。でもユースケは今日からエリカと同棲だって浮かれてたよ。え？私のお風呂で悪いけど、どうぞ結婚してあげてよ。稼ぎは年収1000万もある人だからさ。え、ゆうすけくんってそんなに稼ぎがあるの？あれ、それも知ってて手を出してきたんじゃないの？てっきり彼の年収目当てでもあったのかと思ってたのに。私は、みっから旦那を略奪できたらそれでよかったの。それより本当なの？ゆうすけくん、年収1000万も本当にあるの？うん、あるよ。だからどうぞお幸せにね。いいことを聞いたわ。本当はそのつもりじゃなかったけど、年収1000万もあるなら結婚してあげてもいいわね。まさに棚からぼた餅。私は今日から勝ち組ね。そうだね、勝ち組になれるよう頑張ってね。その年収以上の借金がある男だけどさ。え、なかなかギャンブル癖が抜けなくてね、ちょうど困ってたところなの。そんな彼を引き取ってくれてありがとうね。それじゃあ。なあミキ、どういうことだよ。エリカちゃんと友達だなんて聞いてないよ。もう友達じゃないよ。高校卒業後は疎遠になってるからただの他人だし。そういうことを言ってるんじゃない。じゃあ俺の浮気相手がエリカちゃんだってことも当然知ってたんだよな。彼女の連絡先も実家も職場も全部知ってるんだよな。そりゃまあ共通の知り合いもいるし、エリカのことは調べようと思えば何でも調べられるよ。ふざけんな！それなら慰謝料は返してもらうぞ。俺は彼女の情報をお前に教えない代わりに慰謝料倍以上払ったんだ。なのに結局全部彼女について知ってるなら意味ないじゃねえか。はあ？だからあなたからエリカについて教えてもらっていないじゃない。たまたま私が彼女のことを知っていただけ。別に脅したわけでもないし慰謝料は返しません。ふざけんな！一体何をそんなに怒ってるのよ。無事離婚して今は幸せに暮らしてるんじゃないの？支払ってしまったお金のことはもう気にせず、エリカと幸せな日々を過ごしなさいよ。何が幸せだよ。昨日の夜からエリカちゃんとは連絡がつかないのに。え？俺に借金があるのをどこかで知ったみたいなんだよ。それで昨日彼女の家に着く前に電話があって、借金男と結婚するつもりはないって家に押しかけたら警察を呼ばれるし、電話や LINE は繋がらないし。借金のことはわざと隠していたの？わざとっていうか、これから話すつもりだったんだよ。俺は本気でエリカちゃんと幸せになるつもりだったんだ。そのためなら今度こそギャンブルもやめるし、ガンガン働いて借金もすぐに返すんだ。その決意を昨日の夜に全部伝えようとしてたんだよ。借金はあるけど絶対に苦労させないから結婚しようって。そうだったんだ。なのに会うことももうできないなんて、俺本当にギャンブラーもうやめるんだ。借金だって1年以内に完済するつもりなんだよ。じゃあエリカに最後にもう一度だけ会ってみる？え？同級生としての情報だけど、エリカって何かあるとすぐ近所のカラオケに逃げ込むのよね。そうなのか？学校で先生に怒られた時も、ご両親と喧嘩した時も、彼氏を奪われた私がブチギレて追いかけ回した日も、いつも近所のカラオケに隠れていたのよ。え、彼氏を奪われた？とりあえずダメ元で近所のカラオケでも探してきなよ。そしたら最後に一度だけは会えるかもしれないわよ。あんたでしょ。あんたが私の居場所をゆうすけくんに教えたんでしょ。え？せっかく近所のカラオケに隠れていたのに。なのにユウスケ君に捕まったじゃない。そのまま部屋に鍵かけられて婚姻届にサイン書かされたじゃないの。やっぱりカラオケにいたんだ。略奪好きの性格も隠れ場所も高校時代から一切変わっていないのね。ふざけんな。あんたのせいで逃げられなくなったじゃない。ユウスケ君ったらすぐに婚姻届を提出したのよ。それはお気の毒に。でもそれならすぐ離婚届を出せばいいだけじゃない。
そしたら私まで借金生活になるじゃない。離婚したら慰謝料500万って誓約書も婚姻届と一緒に書かせられたんだから。ゆうすけったら意外と良い周到ね。まさかこんなことになるなんて想定外だわ。あんた驚かせるためだけに彼を奪ったのに、なんで私はこうならないといけないの。完全に想定外すぎるんだけど。そう、私は想定内だけどね。はぁ、あ、もしかしたらと思って同窓会に行っておいてよかったよ。まさかこんなにうまくいくなんてね。ちょっと今のどういう意味よ。彼のギャンブル癖と借金にもうついていけなくてね、離婚ずっと考えていたところなの。でもどうせならどこかのバカ女と浮気してもらって慰謝料をもらって離婚したいなと思っててね。え、そんな時に同窓会の案内が来て思い出したのよ。高校時代にエリカに彼氏を奪われたことをね。共通の知り合いに聞いたら、今も人の彼氏を奪ったり既婚者と付き合ったりしてるって聞いたから、もしかしたら私の夫も奪ってくれるかと思ったのよね。はあ、ちょっとでも私が結婚してることを耳に入れさせれば勝手に動いてくれると思ったの。だからエリカのことを露骨に避けておいたのよ。余計に私のことを意識するかと思ってね。何よそれ、ふざけんな。じゃあ私は全部あんたの思い通りってわけ。あんたの旦那との浮気も借金男を見事押し付けられるところまでも。面白いくらいに予想通りでびっくりしたよ。ねえ、今どんな気持ち？全部私の手のひらの上で転がされてたって知って今どんな気持ち？ゆうすけ奪ってくれて本当にありがとう。それじゃあ彼とお幸せにね。その後のエリカたちはというと、誓約書のせいで未だに離婚できず、ついに諦めたのか、年収1000万あるし、さっさと借金さえなくなれば勝ち組に逆転よと夫婦として一緒に暮らしていると聞いています。しかし結婚期にギャンブル禁止の約束をしたゆうすけですが、俺は君を幸せにしようとしたのに、君は一度俺から逃げた、だから俺もギャンブルは続けることにしたなどと言い出し、借金完済どころか日に日に増えて、今では総額2000万ほどの借金があるんだとか。今エリカが仕事終わりに近所のコンビニでバイトして、なんとか利子だけでも返済し続けている日々だと聞いています。お父じさん、ちょっといい？大事な話があるんだけど。どうした？サナから連絡が来るなんて珍しいな。仕事で家を出たっきりそれっきりだったのに。私実は今度結婚することになったの。一応育ての親には教えてあげようかと思って。え、サナは結婚だって？もう彼の親にも挨拶していて、式の日取りも決まってるの。来月中旬に行う予定だよ。来月中旬？そんなのすぐじゃないか。どうしてもっと早く教えてくれなかったんだよ。それに結婚するなら俺だってサナの彼氏さんに会わないと。わざと教えなかったし会わなくていいから。え？幸太おじさんには感謝してるよ。交通事故で亡くなった姉夫婦に代わって姪の私を育ててくれて。でもぶっちゃけ最低限の感謝しかないんだよね。サナ？内心は幸太おじさんのことをずっとロリコン変態やろうと思ってた。独身でおっさんのあんたよりお金持ちで裕福なおばさん夫婦のところに引き取られたかった。だから幸太おじさんには私の結婚式に出てほしくないんだよね。ちょっと待って、いろいろいきなり言われて頭が追いつかないんだが、まず俺のことを ロリコン変態野郎だって。だって私が引き取られた時ってまだ8歳だよ。そんな私を独身で結婚も育児経験もない人が引き取るなんておかしいもん。私ずっとあんたはロリコン変態野郎だって思ってたんだから。なんて誤解なんだ。俺は姪っ子だから、姉の子供だから育てる決意をしたんだぞ。俺が引き取っていなかったらサナは施設に行ってただろうし。施設行きにならなかったことは感謝してるよ。でもやっぱり引き取られるなら裕福なところが良かったよね。おばさん夫婦みたいにさ。そりゃ俺は独身だし給料もそこそこだし、でもだからってそこまで不自由な思いをさせたことはないはずだぞ。確かに親戚のおばさんたちは金あるけど、あの人たちは子供嫌いだし。そうやって言いくるめて私を無理やり引き取ったんでしょ、このロリコン変態野郎め。ちょっと待て、めちゃくちゃ誤解されてるぞ。俺は絶対の絶対にロリコンなんかじゃない。ただめいっ子を施設に行かせたくなかったんだよ。そういう言い訳はいらないのよ。当時8歳の私と一緒に暮らしたかっただけでしょ。
この変態野郎め、もしかしてその時からずっと俺に対してそう思っていたのか。だからずっと俺によそよそしく。当たり前でしょ、あんたなんか一度も信用したことないわよ。だから大学卒業後もすぐに家を出たの。サナ、一旦冷静になってくれよ。俺は実の子供でもないお前を引き取ったんだ。ちゃんと立派に育てたし、大学にだって進学させた。そんなことただの変態ロリコン野郎じゃできないだろ。じゃああんたはただの変態じゃなくて特別な変態さんなのね。え、この可愛い私となるべく長く一緒に暮らしたかったんでしょ。だから私のガキを出していたんでしょ。そんな理由で大金をメイコに出せるか。知ってるだろ、俺は仕事以外にも週3でバイトしていたんだぞ。全部サナのためなんだぞ。ロリコンのあんたにとってはご褒美みたいなものでしょ。私が使うお金を稼ぐための労働、とっても楽しかったでしょ。は？私は結婚したら彼の家に嫁ぐの。それっきりあんたとは縁を切るから一生私の前に現れないだよね。縁を切るだって？俺を結婚式に招待しないばかりか絶縁までするっていうのか。そうよ、それと結婚式は心配しないで、私の両親の席にはおばさん夫婦に座ってもらう予定だから。え、あの子供嫌いのおばさんたちが？私の親代わりとして来てくれないかってお願いしたの。大喜びで引き受けてくれたわ。俺がサナをここまで育ててきたのに、一緒に暮らしてもいない人たちが親族席に座るなんて。あ、そうそう、それともう一つ大事な話があったんだわ。次はなんだ。娘同然のサナに変態と言われて俺の心はボロボロだぞ。あんたの心なんてどうでもいいのよ。それより私の両親の保険金1000万よこしなさい。そのお金は実の娘に使う権利があるはずよ。え、どうしてお前がその存在を？それもおばさん夫婦が教えてくれたの。あんたは私を引き取るときに保険金まで受け取っていたって。あんたってロリコンの上にお金にも強欲だったらしいわね。そんなの誤解だよ。俺はちゃんと娘のサナに渡せるように預かっていただけだ。変な使い込みなんてしていないよ。それじゃあ1000万まるまるちゃんと残ってるのね。まあな。よっしゃー、これで結婚式費用も新婚旅行費用も支払い余裕だわ。ロリコンのくせによくやったわ。育ての親をロリコン言うな。くっさい、事実を言って何が悪いのよ。独身のくせに姉夫婦の娘を引き取ったロリコン変態野郎め。あんたとは絶縁するからとっととお母さんたちの保険金をよこしなさい。ああ、わかった。言われた通りにしてやるよ。それじゃあ保険金と一緒に多額の借金もよろしくな。え？保険金も借金も全部お前の母親のものだからな。どっちものしつけてさらに送りつけてやるよ。俺はもう知らないからな。娘として尻拭い、頑張れよ。あ、ちょっと待ってよ。お母さんの借金ですって？何よそれ、どういうこと？俺の姉夫婦、お前の両親が事故死なのは知ってるよな。当たり前じゃない。その時に家でお留守番していた私だけが無事だったんだから。ならその事故が自損じゃなくて他の車を巻き込んでることを知ってるか？え？姉夫婦の飲酒運転で反対車線の車を巻き込んでいたんだよ。幸い相手方は命に別状はなかったが片足に障害は残ってな。え、何それ、そんなの知らないよ。私お母さんたちが事故で亡くなったことしか知らないよ。親戚みんな事故の話をタブー扱いしてるからな。知らなくて当然かもな。そしてその相手方の慰謝料を俺が今も肩代わりして支払っているんだ。え？慰謝料？姉夫婦の起こした事故のせいで相手方には後遺症が残ってしまったんだ。その慰謝料で毎月支払いがあるんだよ。でもそういうのって普通保険会社が払うもんでしょ。もう大人だし私だってそれくらいは知ってるわよ。保険適用になるのは保険に入ってちゃんと保険料を納めてる人だけだ。それってもしかして。ああ、お察しの通り、姉夫婦は保険に入っていなかった。だから慰謝料も全部自費になるんだよ。相手方の車の修理に治療費に後遺症も全部で総額3000万円だ。3000万円？生命保険だけは入ってたらしくて、なんとかお金が下りたんだがな。俺はサナを育てながら慰謝料3000万円をちびちび支払っていたんだよ。生命保険の1000万には一切手をつけずにな。それじゃあこれからどうなるの？その慰謝料の残りは私が払うことになるの？当たり前だろ、お前は実の娘なんだから。もう子供でなくて結婚もできるほど立派な大人だ。両親の残した借金頑張って返していくんだぞ。そんなの無理だよ。だって私これから結婚するんだよ。助けてよ、コートおじさん。知らん、俺はもう絶縁を切り出された他人だ。え？
慰謝料は残り2000万ほど残ってる。頑張って支払ってくれ。そんなの生命保険の1000万を入れてもマイナス1000万。私1000万の借金人生なの。大丈夫大丈夫。俺は8歳の子供と3000万の慰謝料を背負ったこともあるから、それに比べたら1000万だって安いもんだろ。そんなわけないじゃん。あの、コータおじさん、私こんなことになってるなんて知らなかったの。まさかコータおじさんが私のためにそんなに頑張ってくれていたなんて。ああ、そんなに頑張っていても、めいっ子にはロリコン扱いされたけどな。ごめんなさい、それは誤解していただけなの。コータおじさんはロリコンじゃない。私の大切な育ての親だよ。今更言われても遅いんだよ。それじゃあな、結婚おめでとう。俺はお祝いしに行かないが、せいぜい幸せになれよ。コータおじさん、お願い、今すぐ私の結婚式場に来てちょうだい。朝っぱらからうるさいぞ。それに俺はお前の結婚式場なんぞ知らん。駅前のウェディングチャペルだよ。お願いだから今すぐ来てちょうだい。親族席にはおばさん夫婦がいるはずだろ。絶縁した俺がわざわざ出席しなくてもいいはずだ。そのおばさん夫婦のせいで結婚式はめちゃくちゃになりそうなの。お願いだからあの人たちの暴走を止めてほしいの。え？おばさん夫婦が？私の親として来たから結納金をよこせって新郎家族に詰め寄ってるの。そのせいで揉めてて結婚式どころじゃなくなってるの。さすが強欲の塊だな。よく引き受けたと思っていたけど、やっぱりそういうことだったか。え？どういうこと？コータおじさんなんか知ってるの？おばさん夫婦の強欲さは有名だよ。姉夫婦が事故った時も、俺たちのことも助けもせずに、勝手に家や土地を売り払っていたからな。え？だから、慰謝料も何もかも払えなくて、今も分割払いなんだよ。姉夫婦のマンション売却金さえあれば、少しは生活も楽だったのに。嘘でしょ？あのお金持ちで裕福なおばさん夫婦がそんなことを？姉夫婦の土地もマンションも売ったから裕福なんだよ。そろそろ散財しまくりで貯金も尽きるらしいって親戚中の噂だし。つまり私の結納金をせびるために今日は出席してくれたんだ。そんなのひどいよ。おばさんたちのせいで今新郎家族がブチ切れてるの。最悪、結婚白紙になっちゃうかも。それはどんまいだな。ま、俺には関係ないけど。関係大ありだよ。娘同然の姪っ子が今ピーチなんだよ。今すぐ私の結婚式に本当の育ての親として来てちょうだい。絶縁は取りやめてあげるから喜んで来てくれるよね。ニフラム。え？消えろっていう意味の呪文だ。育ての親に絶縁宣言したくせに都合のいいこと言ってるんじゃないぞ、この恩知らずモンスターめ。はぁ、結婚式に招待してあげるって言ってるの。黙って今すぐ来てちょうだいよ。今ならお景気1000万もあげるから。それはそなたの手切れ金だ。それじゃあな、無事に結婚式を挙げられることを祈ってるぞ。噂によるとサナは新郎との結婚が白紙になってしまったそうです。あのおばさん夫婦は本当の育ての親じゃないからと説得したようですが、むしろ育ての親である俺をないがしろにしていたことがバレて完全に破局。その後サナは婚約破棄の慰謝料をおばさん夫婦に請求したそうですが、おばさん夫婦はすでに借金を重ねていたようで、知らないうちに夜逃げしてどこかに消えていたそうです。雪乃さん、ちょっといいですか？職場のことでお話があるんですけど。お疲れ様です、久保さん。どうしましたか？実は私、今とっても怒ってるんです。その理由、わかります？いえ、全くわかりませんね。私、今日お休みで、職場にもいませんし。よくもまあ、そんな堂々とした態度が取れますね。パートのあなたのせいで私は恥をかかされたんですよ。恥ですか？昨日勝手に店のレジ設定を変えましたよね。おかげで今日のお店は散々でした。あなたの身勝手な行動のせいで、正社員の私がお客様に謝罪するまでに発展したんですからね。久保さん、すみませんが、そちらについては先週からお伝えしていました。本部から仕様変更の連絡が来ていたじゃないですか。え？本部から？期日までの仕様変更、すっかり忘れていましたよね。いつまで経っても社員の久保さんがしてくれないから、仕方なく私が設定変更したんですからね。パートのくせに、その言い方は何なの？まるで全部私が悪いみたいじゃない。はい、その通りです。何ですって？それに私は仕様変更について、バックヤードの伝達用のノートにきちんと書いています。出勤したら絶対に目を通すのがルールなのに、正社員のくせにルールも守っていないんですか？うるさい！私たち正社員はパートと違って忙しいのよ。いちいちノートなんて見る暇はないの。でもノートを見ていたら、普
防げるミスだと思います。違うわ、あなたが勝手に変更しなければ起きなかったミスよ。全部雪乃さんが悪いんだからね。え、罰として来週いっぱい勤務時間延長よ。今度入ってくるアルバイトの指導についてもらうからね。ちょっと待ってください、私は子供がいるから勤務時間の延長はできないって伝えていますよね。しかもアルバイトの指導は正社員がするって決まっているじゃないですか。ああ、気楽なパートはいいわよね。どんなに忙しくても子供を理由にサボれるんだから。は？正社員の私は毎日仕事で忙しいの。バイトの指導なんて主婦の暇つぶしでしてるパートがすればいいのよ。あんたが延長して指導するのよ。それじゃあ保育園の延長料金、久保さんが支払ってくれるんですか？時給と相殺されちゃうんですよ。そんなの知らないわよ。え？前の社員は優しかったようだけど、私はビシバシ行くからね。パートといえどちゃんと働いてもらうわよ。ちょっと、雪乃さん。あなたちゃんとバイトのこと教育しているの？あの子全然使えないんだけど。お疲れ様です。ちゃんと指導してますよ。それにとても容量いいですし。あれが容量いいですって？レジなんて全然できてなくて、お客さんからもクレーム入ったのよ。え、レジに立たせたんですか？バイトの指導マニュアルじゃ、最初は在庫整理からですよ。レジに入るのは1ヶ月後って決まっています。勝手なことをしないでください。は？パートのくせにこの私に意見するつもり？偉そうに私に指図しないでくれる？それじゃあせめてマニュアルには従ってください。新人バイトに無茶させるし、発注種類はめちゃくちゃだし、久保さんのせいで私の仕事量がすごく増えているんですよ。発注書類ですって？え、気づいていないんですか？いつも発注書類を私が直しているんですよ。伝達用ノートにもいつも書いていますよね。何よそれ、パートのくせに勝手に私が書いた書類を書き換えているわけ？書き換えっていうか修正です。久保さん、私の説明ガン無視して発注するじゃないですか。それはあんたがこれを発注しろ、あれを発注しろってパートのくせにうるさいからでしょ。ムカつくから全部反対のものを注文してやってんのよ。だからいつも発注書類がデタラメなんですね。パートのくせに正社員に発注の指示を出すなんて生意気なのよ。私は正社員の誇りをかけてパートの指示には従わないわ。まだこの店に来たばかりで、うちの客層が分かっていないですよね。うちの店は売り上げが偏っていて、発注内容も独特なんですよ。だから私は細かく久保さんに発注をお願いしていただけです。ちゃんと最初に説明しましたよね。は、パートの言っていたことなんて覚えてるわけないじゃない。え？むしろあなたこそ私の言っていたことを覚えてないじゃない。この店に来て私はすぐに言ったわよね。パートの指示には従わないって。ええ、もちろん覚えていますよ。それで一気にパートやバイトからの反感を買っていましたからね。だから私はあなたが命令しようが全部無視するわ。発注も正社員の私がすることに間違いはないの。そうですか、ならもう知りませんからね。はぁ、よくいるのよね。パート歴が社員より長いからって店長並みに態度がでかい人が、所詮パートのくせに名前切ったらあらしないわ。私がそんな人だと言いたいようですね。ぷぷぷぷぷ。ようやく私とあなたの立場の違いが分かったようね。私はパートの指示は従わないの。正社員の私に偉そうに指示しないでちょうだい。わかりました。ではすべて正社員の久保さんの言う通りにします。1000万の損害が出てもすべて久保さんの指示ですからね。え？来週の納品が楽しみですよ。倉庫にも入りきらないほどの発注も、すべて正社員の久保さんが指示を出した結果ですもんね。え？お疲れ様です、久保さん。お休みのところ申し訳ないんですが、指示をいただけませんか？惣菜用の唐揚げが200キロも届いています。え？それだけではありません。大根は500本、じゃがいもは100キロ。鮭に至っては1000匹も届いています。そんなに？それだけではありませんよ。その他ありえない量の商品が納品されています。もしかしてこれ全部、先週私が発注したやつ？はい、そうです。合計1000万円分もの商品が納品されています。1000万円？倉庫の冷蔵庫にも入りきらなくて困ってるんですよね。だから正社員の久保さんにどうすればいいか指示を聞きたいんです。私たちパートはそれに従うだけなので。どうすればいいって、そんなの私にもわかるわけないじゃない。私は今日休みなんだし、あんたがなんとかしなさいよ。なんとかって言われましても、こんなのお店がオープンして以来初めてですし、たかがパートにそんな対応できませんよ。発注したのは久保さんなんですから、どうにかするのはあなたです。そんなこと言われたって。冷蔵保管のものもありますし、このままじゃ商品全滅ですよ。もし全滅したら1000万円分全部パー大赤字になるってことですね。それはまずいわ。とりあえず納品された商品はどんどん売りなさい。全部1円でもいいから、とにかく全て売り切るのよ。
その値段で売っていいんですか？売れ残るよりはだいぶマシよ。発注したのはパートのあなたがしたことにしてね。私ですか？そうよ、こんな出し体私のせいだって言えるわけないじゃない。パートなら最悪責任取らせてクビにすればいいだけだしね。それただの身代わりじゃないですか？久保さんが自分で発注したのにひどいですよ。うるさい。いつも私の発注を勝手に直してくれていたのに、それを怠ったあんたが悪いのよ。あれだけ勝手なことをするなって言ったくせに、他のパートもアルバイトもみんな知ってますよ。今回の発注は全部久保さんのせいだって。私一人に責任を押し付けようったってそうはいきませんからね。ならアルバイトもパートも全員クビにするまでよ。そうよ、それが一番いいわ。私のせいだって知ってる奴は全員クビよ。パートもアルバイトもみんな商品を売り切ろうと頑張ってるんですよ。それなのにみんなをクビにするんですか？そんなの関係ないもんね。とにかく私のご発注を知ってる奴は全員クビよ。ひどい。みんなあなたの失態を取り戻そうと頑張ってんのに、新人のバイトくんなんて休みなのに駆けつけてくれたんですよ。所詮バイトなんてすぐに切られるものなのよ。正社員の私のミスを知ってる人はパートもバイトも全員クビ。新人バイトをみんなクビって店にいる人に伝えておきなさい。新人の正体、社長息子ですよ。え？それじゃあクビだって伝えておきますね。私も含めてみんな本日限りで辞めますから。ちょっと待った。雪乃さん、新人バイトの正体が社長息子ってどういうことかしら。社長ってまさかうちの社長じゃないわよね？残念ながらうちの社長の息子になります。なんですって？父親である社長に言われてうちにアルバイトとして潜入していたようです。指導中にこっそり教えてくれました。潜入ですって？はい、久保さんのパートへの態度があんまりだと本部に苦情が入っていたそうです。それで社内調査の一環で息子さんが潜入していたそうです。何よそれ、私への苦情ってどういうこと？雪乃さん、あなたが私をはめたってこと？苦情を入れたのは私ではありません。じゃあ誰なのよ。どうせパートかバイトの誰かでしょ。絶対に犯人を見つけてやるわ。うちの従業員の誰でもありません。苦情を入れたのはうちのお客様だそうです。え、久保さん、お客様の前でも普通にパートに怒鳴りますもんね。それを聞いていたお客さんが本部に苦情を入れたそうです。お客様ですって？一人だけでなく数十人から苦情の連絡が来たそうです。それで本部が動くことになったそうですよ。そんなに来てたの？それだけパートやバイトへの扱いがひどかったってことですよ。ちなみに社長息子は全部本部に実情を伝えているようです。指導の丸投げもマニュアル無視もありえないご発注も全部本部に筒抜けですよ。嘘でしょ？それじゃああんたたち全員をクビにしても意味ないじゃない。ですね。どうしよう。全部筒抜けじゃ言い訳もできないし押し付けもできないし。正直に打ち明けて謝罪するしかないんじゃないですか？謝罪したところで処分がどうなるか知りませんが。やっぱり私は処分されちゃうの？パートなら簡単に解雇でいいんでしょうけど、正社員ならそういうわけにはいきませんよね。赤字1000万、全額負担になったりして。え？ねえ、今日で辞める私にはどうでもいいことですけどね。それでは今までお世話になりました。今度も正社員として頑張ってくださいね。久保さんは本部に呼び出され、3年間の給料減額処分となったそうです。噂によると、月に10万円も給料から引かれてしまうんだとか。そして私たちパート職員は、全員辞めると店が回らないため、本部から時給500円アップの約束で今もみんなで楽しく働いています。かなか、なんか面白い郵便物が届いたぞ。え？面白い郵便物？結婚式の招待状なんだけどさ、これがすごい面白いんだよ。なんとな、新婦の名前がかなこと同姓同名なんだよ。これってすごい偶然だよな。ああ、招待状やっと届いたんだ。なんだ、やっぱりかなこ宛ての招待状か。俺宛に届いたからびっくりしてたんだよ。ここのところ結婚報告なんて聞いてなかったからさ。それに新郎の方も見覚えのない名前だったし。何言ってるのよ、携帯宛に来てるんだからあなたへの招待状に決まっているじゃない。え、俺への招待状？そうよ。でも新郎新婦の名前に俺は心当たりがないぞ。ちょっと、新婦の名前は私じゃない。私の結婚式なんだからちゃんと出席に丸つけて送ってよね。え、この子の結婚式？え、この新婦って同姓同名の別人じゃないの？違うわよ、その新婦は私よ。私ね、結婚するわよ。は？ちょっと待って、結婚ってなんだよ結婚って。
かなこは俺の妻だろ。だからね、あなたの妻を辞めて別の人の妻になろうと思ってるの。は？別の人の妻に？結婚式の招待状、中身も確認してくれた？招待状の他にもう一枚書類が入ってると思うんだけど。なんだよこれ、離婚届が入ってるじゃないか。それにサインしてちょうだい。そして私たちの結婚式でご祝儀と一緒に持ってきてほしいの。ちょっと待て、ちょっと待て、めちゃくちゃツッコミどころが満載だぞ。ん？離婚届にサインはまだ理解ができるよ。でもそれを結婚式に持ってこいって何なんだ？しかもご祝儀と一緒にって、俺かなこと別の男の結婚式に行かないといけないし、ご祝儀も包まないといけないのかよ。逆に包んでくれないの？妻の新しい門出のお祝いだよ。っていうかそもそも離婚する意味もわかんないよ。急に離婚って何なんだよ。は？え？逆に聞くんだけどさ、離婚を切り出される心当たりもないの？あんた本気でそれ私に聞いてるの？え、あれ？これ俺が責められる感じなの？私たち結婚してもう5年だよね。私はあんたが幸せにしてくれるって言うから専業主婦にもなったの。なのに毎日全然幸せじゃないんだよね。え？友達は私と同じ専業主婦なのに、お小遣い月20万ももらってるんだって。私なんて1万円しかもらってないのに。しかも他の友達はもう新居まで購入してるの。なのにうちは未だに賃貸だし、頭金の貯金すらないし、こんな惨めで貧乏な生活させておいて、よく離婚の理由がわからないなんて言えるわね。ちょっと待ってくれ、その言い分は反論しかないぞ。何ですって？お小遣い20万は確かにすごいよ。でも俺も月10万はかな子に渡すようにしているじゃないか。はぁ？お小遣い込みで生活費40万渡してるだろ。家賃、食費、生活費は20万あれば十分だし、貯金10万もそこから出してくれってお願いしてるじゃないか。はぁ？そんなもの全然足りないわ。家事も料理も外注すればあっという間に40万なんて消えるんだから。え？ほとんど外注だったのか？ってことは本当に貯金はなし？貯金なんて残高8000円よ。結婚生活5年で貯金が8000円。嘘だろ。悪いけどこれが現実よ。言っておくけど私は悪くないからね。稼ぎの悪いケータが全部悪いんだから。結婚してから5年も経つのに給料は全然上がらないし、出世もなし、長期休暇も全然取れなくて、旅行もずっと行けていないわ。妻を満足させることもできない旦那なんて必要ないのよ。だから離婚かよ。結婚相手がもういるってことは浮気してたってことでいいんだよな。これは浮気じゃないの。次の人生を進むための準備期間よ。だからセーフなの。は？私が次に選んだ彼はすごいのよ。銀行勤めでお堅い職業、しかも次期支店長候補らしいの。稼ぎなんてあんたの倍になるんだから。きっと友達の中で一番年収が高い旦那さんね。ふざけるな。何が準備期間だからセーフだ。お堅い職業のくせに人の妻に手を出すなんてとんでもないやつじゃないか。はぁ？低年収のあんたには彼に文句を言う資格すらないんだけど。なんだと？いいからあんたは離婚届にサインして結婚式にも参加しなさい。あんたには一番にバージンロードを歩いてもらうんだから。俺がバージンロードだと？あら、父親から新郎へ新婦を手渡すシーンがあるでしょ。あれはあなたから次の彼へ手渡してほしいのよ。式には数人の友達を呼ぶからちゃんと練習しておいてよね。ふざけるな。そんなもん誰がいるか。結婚式に俺は行かないぞ。最後くらい妻である私を幸せにしたいと思えないの？私と離婚したくない気持ちもわかるけど、こればっかりは仕方のないことなんだし受け入れなさいよね。なんだと？ケータの気持ちもちろんわかるわよ。私との離婚なんて悲しいし辛いわよね。でもね、貧乏生活から妻が脱出するんだから、ここは夫としてお祝いしなきゃでしょ。はあ？出世もしない恥ずかしい貧乏旦那なんてもう必要ないの。私は素敵な男性と再婚するから、あんたはそんな私をお祝いしなさい。誰がお前をお祝いするか。俺がお祝いするのは自由になった俺だけだ。え？
離婚したくないだって？そんなこと一秒も思っていないね。むしろありがとう。結婚式？喜んで参加するよ。だって俺はこれで自由だからな。これでガンガン仕事も出世もできるし、休みも取れるぞ。ちょっと私と離婚するのに何喜んでいるのよ。少しくらい悲しみなさいよ。悲しみ？そんな感情あるわけないだろ。俺はやっと地獄から天国に行けるんだぞ。地獄ですって？俺の給料が上がらない？出世できない？長期休暇が取れない？全部かな子のせいだろうが。全ての元凶と別れることができて俺は嬉しいぞ。は？結婚したから5年間、残業禁止、飲み会禁止、出張も禁止。しかもかな子が体調不良の日は絶対に会社を休んで家で尽くすこと。俺はかな子の要望を全部実践してきたんだ。給料が変わらないのも出世しないのも当然だろうが。なんですって？残業もできないから大型プロジェクトに参加できないし、飲み会も出れないから上司との関係は薄っぺらいまま、出張も禁止だから大事な商談も任されないし、月2から3回は妻の体調不良を理由に急な有給消化。これで出世できる方がおかしいだろ。できる人ならできるはずよ。できない人で悪かったな。だから俺はこれから仕事に生きることにするよ。このタイミングでの離婚、本当にありがとう。おかげで来年からの海外転勤も行くことができるよ。海外転勤ですって？おう、オーストラリアに3年ほどな。家賃も出るし、手当も豊富。給料は今の倍になるぜ。なんですって？海外転勤だってめちゃくちゃ友達に自慢できるじゃない。しかも給料も上がるなんて最高だわ。ああ最高だ。でも離婚するかな子に関係ない話だろ。かな子は銀行マン旦那と楽しい結婚生活でも送ったら。ちょっとそれは考え直しちゃおっかな。あ？ほらやっぱりバツイチってちょっと恥ずかしいし、ケンタが稼ぐ男になるなら別に離婚する必要はないっていうか。何言ってるんだ。俺に結婚式の招待状送ってくるぐらいだ。もうそっちの準備は進んでるんだろ。今さら結婚中止なんて銀行マンがかわいそうじゃないか。銀行マンだってどうでもいいわ。私は私の人生が大事なの。だからね、結婚式は中止にするわね。人を振ります最低女だな。何言ってるのよ。私が離婚をやめるって言ってるのよ。ケータは喜ぶところじゃない。喜ぶつもりはないから安心しろ。結婚式中止なんてそんなのもったいないし、かな子はどうぞ俺のことは気にせず次の人生を楽しんでくれ。いや、だってケータと離婚する方がもったいないもの。私海外駐在員の妻になりたいわ。みんなに自慢できる妻になりたいの。結局はそこかよ。そうだわ。じゃあ結婚式が無駄にならなかったらいいよね。なら私とケイトの結婚式に変更しちゃいましょう。あ？結婚5周年のお祝いとして式にするのね。え、それなら素敵でしょ。私あなたと離婚なんて絶対にしないから、結婚式は2人で仲直り記念にあげようね。もうみんな招待しておいたぞ。え？俺宛ての招待状をコピーしてお互いの両親や親族、たくさんの友人に送りつけておいた。俺の妻が他の男と結婚するそうなので、ぜひお祝いしに来てくださいってな。直達送ったから明日にはみんなの元に届くんじゃないかな。なんてことしてくれてるのよ。式の招待状は大事な友達にしか送ってないのに。何が大事な友達だよ。その馬鹿げた計画に賛同してくれた同じアホな友達の間違いだろ。俺は結婚式当日に式場宛に離婚届を送るよ。どうぞ彼と永遠の愛を誓い合った後に役所に出してくれ。待ってよ、私離婚なんてしないって言ってるじゃない。私ケイタと別れないから一緒にオーストラリアについていくもん。俺は離婚するって言ってるだろ。非常識女となんてこれ以上夫婦でいられないよ。夫の仕事の足は引っ張るし、貯金も全くできないし。そんなこと言わないでよ。私これからは家事とか節約頑張るから、だからお願い、離婚のことは考え直して。俺は会社に海外転勤の意向を提出して今日はどこかに泊まるよ。かな子は明日から招待客対応頑張れよ。そんなの嫌、絶対にみんなに怒られるもん。ねえお願い、結婚式はケイタとあげたいよ。俺はお前となんかあげたくない。
それじゃあな、俺のことは気にせず銀行マンと幸せになれよ。かの子は招待状を受け取った人たちから順に、どういうことだ、ちゃんと説明しろと連絡を受けては経緯を説明、そして浮気や日頃の妻としての言動を責められるという毎日を過ごしているそうです。その間に着々と俺は海外転勤の準備を進め、来月頭には出航できるように調整中です。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。